どうも、PDR さんのゴミ箱へようこそ。今日は、進撃の共食いをやりたいと思います。人間が自らの命を守るために、50メーターの壁の外に追いやられた巨人たち。11匹の巨人が赤ちゃんとして誕生したが、その長い、もういい、スキップ。スキップ。スキップできねえのかよ。はあ。いきなり始まるんだ。ちょっと待てよ。これって。うわ。やめろよそれ。完全にアルパカ兄さんのパクリですよね。もう金髪になった。ちょっと遅くなった。大して変わんねえじゃん。これつまんねえな、マジで。今度なんかちょっとブサイクになりましたね。てかだるいなこれ。え？食べながらなんか血の涙を流してますね。うっ。まあこれは文句なし。マイナス5ラテニアンポイントと宇宙のゴミアプリ認定確定ですね。これは本当につまんないですね。進撃の巨人とアルパカ兄さんの、アルパカ兄さんって人気あんの？まあ人気に便乗して作ったのはいいけど、アルパカ兄さんと違ってなんか大してキャラ変わんないし、やってて超苦痛です。世の中にはまだまだクソアプリがいっぱい存在すると思うので、皆さんおすすめのクソアプリぜひ教えてください。